はい、皆さんこんにちは。今日クラウンですね。っていうかクラウンってむちゃくちゃグレードがあるんですよ。むちゃくちゃグレードとか種類が多いんで、ちょっと全部の比較ができないんですけども、うちにあるだけの今4台ございます。これのちょっと比較というか紹介ですね、ちょっとやっていきたいと思います。でグレードなんですけど、一番こっちのこの手前こちらですね、これクラウンエド 3.5 の G エグゼクティブっていう、まあグレードとしては一番上のグレードになります。まあ最上位モデルの1台ですね。でこちらがですね、こっちの方が 2.5 の S のエレガンススタイル2で、これは今新車がもうないんですよね。確か新車では、今購入できないという車両になってます。で続いてこれ結構カラー珍しいですよね。こんな紫のね、正式名称を出しておいてください。はい、こっちがですね SC パッケージ、これもまあ多分一番人気というか、 S グレードの中じゃ SC パッケージっていうのが一番、まあ、売れ筋なのかなというふうなイメージですよね。はい、で最後このシルバーのお車、これが 2.0 ガソリン、これの RS です。 RS の中にも種類が3つありまして、普通の RS と RSB と RS アドバンスっていう3つ種類があります。はい、まあ順番にちょっと軽く紹介を、まあ比較じゃないですけど紹介をですねちょっとしていければ。はい、ちょっと寒すぎるんでマスクしますね、すいません、顔が冷たすぎるんで。うちにある部分は今一応前期モデルになってます。なので、内装ですね、ナビ、これが2つ画面あるタイプですね。今現行で新車買ってもらったら、12.31 ですかね、のあの1枚パネルのナビに今はね変わってるんですけど、なんで前期モデルっていうんですかね、いわゆる。まず RS からですね紹介していこうと思います。まずフロント見てください。まあいわゆるあのスポーツグレードなんで、見た目がスポーティーになってるっていうのがまず大前提であるんですけども、後で比較していきますけどね、RS だったらこのグリルがこんなデザインになってます。まあブラックになってるんですけども、ちょっとこうデザインがねスポーティーになってるということでございます。であとこの部分ですね、でメッキがついて、まあいわゆる見た目でもこうシュッとしてるイメージになるというところでございますね。でヘッドライトちょっと見ていただきたいんですけど、RS これは3眼ヘッドライトになってます。 1,2,3 3つ目がありますよ。でウィンカーが、後で出しますけども、ウィンカーが流れる仕様になってます。まあこれが RS のフロントのねデザインの特徴になってます。はい、でホイールです。これも RS といえばこのホイールっていうイメージですよね。で18インチですね、225-45-18 18インチ。これメッキの加工になってるんですけども、これ気づいたら直せないです。シンプルにうちの知ってる業者さんにね、ホイールの業者さんいらっしゃるんですけど、これだけは直せないってことなんで、まあ直せるところもあるのかもしれないですけどね、これだから傷つけないでください。これ買われた場合は傷つけないようにしてほしいのと、もし買われる際は傷がついてないかっていうのを事前に RS のこのホイールの場合は見といてもらう方がいいと思います。それぐらいちょっとシビアなホイールなんで、かっこいいですけどね。で次ちょっとこっち後ろ回ってきてもらって、 RS の特徴としては、まあ後ろも流れてますよね、流れるウィンカーになってます。でリアスポですね、スポイラー、ここの部分、まあこれがあることによってだいぶスポーティーになると思いますし、まあ隣の SC とかいろいろ見比べてもらうと、これついてないんで、リアスポがね、まあスポイラーがあるかないかと。で、ちょっと下見てください。マフラーですね、これも。RS の場合4本出しになります。後ろからパッと見てね、RS、ああ一発で RS やなっていうのが分かってもらえるデザインになってると。まあ4本かっこいいんですよね、4本で出る方が。で、ここに RS っていうロゴがついてきますよと。まあ大まかに言うとこういうところです。まずクラウンも、一つ前の形の場合はロイヤルっていうやつで、アスリートっていういわゆるスポーツモデルがありました。 RS っていうのはそのアスリートって言われる前回、あったねモデルの、まあ、後継モデルみたいな形なんで、スポーツモデルっていうその、見た目とかね内装そんなのを引き継いでます。で、もう一個のその元々あったロイヤルっていうのは今標準仕様っていう風な名前にね変わっております。でちょっと中見ていきますね。中以上2画面になってます。はい、まあ、2画面になっておりますんでね、こっちの方でもナビが映りますし、こっちでもナビが映ると。で CD、DVD これ見れます。ラッキーポイントですね。結構今国産の中では減ってきてると言われる CD、DVD、これはまだクラウンは、まだ見れると。
で、クラウンが製造が中止でしたかね。だから2022年の3月で、受注がもう終わるということなんで、本当に今にはこういうふうに、ね、残ってる在庫の車っていうのの価値というかね、それも多分上がってくると思いますし、でどうしても車ね欲しいって方がもうどんどん手に入れられなくなってくるんで、早めにぜひこう狙っていってください。以上 RS の説明でした。続いてこちら、さっきちょっとカラーがかっこいいなって言ってた、これは S ですねの C パッケージです。で SC パッケージっていう、まあ、C パッケージ、これは一応セーフティーパッケージですね。安全機能、いわゆるブラインドスポットとかそういう風な細かい安全機能がついてると。さっきの RS はそれがなかったんですけど、この SC パッケージの場合はそれがついてくる。カラーのねヘッドアップディスプレイとか、ナノEの、あのエアコンの機能がついてきますよと。であとリアクロストラフィックオートブレーキって、まあ後ろのあれですね、ブレーキですね、人が飛び出してきたり車が飛び出してきたら自動で止まってくれるとっていうような快適装備、安全装備、こんなんが追加されるようなグレードになっておりますよ。はい、でまずフロントからじゃあ同じようにご案内しましょうか。また同じように前からですけど、グリルがさっきの RS とはちょっとデザインが違います。まあ似てるんですけど、あのちょっとこっちの方が立体的というか、そういう風なデザインになってますね。で、これはハイブリッドなんで、このエンブレムのマークの中にブルーのラインが入ってると。さっきの本で RS と違ってこの辺がちょっとシンプルというかね、ボディと同色になってますね。であとライト違います。 RS だったら3眼でしたね、さっき3つの目がありましたけども、 SC パッケージの場合は1つの目になってると。でウィンカーも流れないタイプになってます。グレードの G 以上になってくると3眼ヘッドライトっていうのが標準になってくると、はい、そういう仕様になりますね。同じようにホイール説明します。このスポークがだいぶ多いですよね。まあラグジュアリータイプっていったら、いわゆるこういう風なホイールが国産車輸入車問わず使われるようなイメージはありますけどもね。僕のはもうこんなんですけど、洗車結構疲れます。はい、ただかっこいいと。クラウンは全部レグノのタイヤらしいです。でこれ SC パッケージの安全機能がついてるんで、ブラインドスポットがついてる。さっきの RS ではそれはついてなかったですけどね。でリアですね、これウィンカーは流れないです。マフラー、これは2本出しですね。 RS じゃないんで2本出しです。ここイージークローザー書いてます。ハンドワンの時に閉まるやつ、これも S カラーついてるみたいです。設定としてね、 S カラー、わかりました。今まあ中とかはどうでしょう、ちょこちょこ茶色の色が入ってちょっとおしゃれになってますけど。でこちらが一応、SC パッケージの内装なんですけど、まあ大まかには、ね、あまり変わらないんですけど、細かい点がポイント違います。まずティアリングヒーター、シートヒーター、これがついています。 S からついてくるんですね。であとここ今クラウンって言ったらね、これですね、ちょっと驚きのこうエアコンが自動でこうね動いて風向きを調整してくれると。これも S からついてるみたいです。であとはハンドルステアリングがこう自動でチルドできると、これも S からですね、ついてる装備になってます。であとも安全機能が、さっきちょっと口頭で説明しましたけど、ちょっとね普通のタイプよりもいろいろついてると。このブラインドスポットとかリアクロストラフィックカラーとヘッドアップディスプレイとかいろいろ、まあもうほぼ全部ついてますよね。ここまで来たらもうハンドル熱くなってきました。早っ、僕もちょっともう最近手とか冷たいんで、もうこんなん欲しいわ。はい、こちらですね、次説明していきます。こちら S のエレガンススタイルの2ですね。で同じくさっきの説明した SG パッケージとベースは同じ S ですね。これのエレガンススタイルになってます。で SC パッケージとさっきのやつとの違いが、大まかに言うとヘッドアップディスプレイがなくなってます。こっちはヘッドアップディスプレイがない。それとナノEですね、エアコンのこっちにはついてない。でその代わり内装とかがドレスアップされてるっていう風な、まあ、仕様になってると。これが S エレガンススタイル2ですね。はい、このカラーなんですけど、ホワイトパールクリスタルシャインっていうトヨタのホワイトでもね一番人気のカラーだったんですけど、これがなんと後期にはもうないらしいです。なのでこのカラーを探してる方はこの方じゃないと今のところ手に入らないんじゃないかと。このカラーだけでも結構希少な。で前はね、S のベースなんで、さっきの SC パッケージとこの辺の立体的なグリルのデザインとかフロントバンパーのデザインですね、ヘッドライトの形状でホイールですね、こんなんも基本的に同じになっております。サイト上ではあのホイールが違うってなってたんですけど、見た感じ全く同じなんで、 SC パッケージとエレガンス違いが分からないです。同じように見えます。
で、あと細かい点ですけど、このドアハンドルの周りメッキモールがついてると、これだけでもだいぶ印象変わりますからね。はい、バリアデザインですね。メッシーパッケージとほぼ後ろのデザインも変わらない。ただこれ4駆なので、4駆だったら4っていうね、こういうのがついてきますよと。で、車のグレードの名前の最後にも4っていうのがついてくる。これが4駆の特徴でもありますね。うん、内装がね、ちょっとスウェード調になってますね。内装のシートの素材ですね。滑りにくい、確かに確かに。で、あと大まかなとこは多分同じだと思うんですよね。で、ここです。ちょっとわかりますか、このウッドパネルみたいなデザインになってるんで、ちょっとだけこう見た目が豪華っていうんですかね。これエレガンスタイルの鍵ですね。はい、なのでまあ内装がね、ウッドパネルになったりとかして、ちょっとエレガンスな内装になってると。まあ、その名の通りエレガンス。はい、最後ですけどもね、 3.5 の G エグゼクティブのハイブリッド、まあ上位グレードになるんですけど、一番ね、これは4駆が設定がないです。2駆しかないんで、4駆がもし乗りたいって方の場合 2.5 リッターとか違うことになってくるんですけど、ほぼもう全部、もう全部ついてると思ってください。ほとんどこれだけについてるのが VDIM、 まあ運転支援システムみたいなものらしいんですけど、ハンドルとかをこう自動で調整してくれたりとか、走行に関するアシストをしてくれるような、このグレードだけについてるような、そういう機能もついてるみたいです。で、あとドアとかはもちろん全部のドアにイージークローザー、ハンドアでもカチャッと閉まってくれるとかいう、そういう機能もね、全部ついておりますと。で、ちょっと前同じように説明していきます。フロントのマスクというか、そのグリルのデザインは同じですし、三眼のヘッドライトになってると。で、ウインカーが流れますよと。この辺は、さっきもご案内した通りの仕様になってます。で、このホイールですけども、とさっき説明した SP パッケージとか S のエレガンスタイルとかと同じデザインなんですけど、素材というか塗装がされてまして、最初説明したみたいに傷ついたらこれ直せない、塗装が多分複雑で難しい塗装なんで、同じような塗装はもうできませんよと。だいぶ見た目もラグジュアリーな仕様になってます。マルチステージハイブリッドですね。マルチステージハイブリッド、ちょっと後で調べておきます。で、この辺が全部イージークローザーになってるんですかね。イージークローザーになってますか。もう乗ってる乗ってる。これには全部これがついてるらしいですね。はい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 。ここもかっこいいですね。G エグゼクティブ。G エグゼクティブのね、内装なんですけど、もう全部基本的にレザーになってます。で、これ後ろちょっと乗ってみますけど、これあんま見られないですね。こういう、これ何に使うんですか。まあ、どっちかというと、この、ここを見てもらうと分かりますけども、後ろに乗る人にやっぱり重点的にね、まあ、重点置かれてるような、仕様の車なのかなというところですよね。後ろに乗る人が快適に送迎してもらえるような。で、後ろここですね、真ん中のこの普段ドリンクホルダーとかになるところですね、これ開けてドリンクもちろん入りますけども、左側も右側もこのシートヒーターがついているとか、で、エアコン、後ろだけのエアコンですね、こんなんもできるとか、これも後ろで設定できるというね。ほんで、あとラジオとかも、これ後ろからラジオ変えられると、だから本当に社長の車みたいな感じですね。これかけてくれよみたいな、 FM 心にしろよみたいな。まあエアコンですよね。後ろここにあります、吹き出し口が。これの設定なんかも後ろの席に座りながらできちゃうと。これ電動のリアシートもリクライニングするじゃないですか。ちょっとリクライニングしますね。ほんと後ろに乗る人用の車ですね。で、もちろんシートヒーターも両方ついてるんで、この中の素材もね、多分グラスも入るんちゃうかみたいな、要はありますからね。ベンツとかの S とかのマイバッハとかやったらね、ファーストグラスパッケージとかつけて、このここにね、こうなんか冷蔵庫付きみたいな、ほんでシャンパンとグラスを冷やしといて、ほんで飲むとか、後ろの人が、まあ、それに近いようなデザインになってるんじゃないでしょうか。最上位グレードですからね。ちょっとじゃあ中、前も説明していきますね。と、本側ですね。見ていただいた通り本側になってます。で、シートベンチレーション、まあシートクーラーですね。涼しい風が出るっていうのもありますし、シート持ちのヒーターもついてます。で、この辺のパネルが本木目らしいです。で、あとこの辺ですね。ちょっと見にくいですけど、いわゆるメモリーですね。シートのメモリー機能になってますね。で、こちらですね。デジタルインナーミラーもついてます。はい。そしたらクラウンの説明の動画終わります。クラウンもでも結構人気の車なんで、口にねたくさん入ってくるんですけど、本当にね、回転が速くてすぐ売れていってしまって、で、また入ってきてまた売れてっていうのを繰り返しなんで、ただ本当に生産のね終了がもう発表されたっていうのもあるので、ちょっと探しておられる方の場合はちょっとうちにみたいに在庫のあるねお店からこうぜひ狙っていっていただきたいなと思います。はい。なので、まあ、ぜひ、いろんなまた動画上げていきますので、チャンネル登録と、で、また高評価と、これまた、お願いします。